注意しながら砲弾の上を切り鉄片を取り出します。砲弾刃物は金門の手工芸の代名詞と言ってもいいでしょう。鉄を打つ火花もあの時の戦果を思い出させます。1958年の823砲戦の際、44日間に47万発もの砲弾が空から降ってきたのです。呉家は砲弾に撃たれて滅びることなく、逆に砲弾によって名を轟かせました。四代目職人の呉造棟さん60数歳、今もレンガ窯を守っています。温度を見るときは感覚が大事だ。見た目だけではわからないが、温度が超えていたら溶けてしまう。鉄を温め打つという作業を繰り返します。今では機械に頼っているものの、細かい部分はやはり職人の確認が必要です。ちゃんとなっているか見えるか、どのくらい熱するのかマニュアルはありません。すべて経験です。この刃のように少し削って少し甲をつける。一般の家庭で使われる包丁ならこの辺の切れ味が落ちる。今呉さんは若いスタッフに少しずつその経験を伝承しています。教えることで互いに成長すると考え、若い人の考えにも耳を傾けます。常に彼らに自分の作品を作らせている。干渉しない。時に彼らの見えているものは我々と違う。彼らを小さな枠にはめ込みたくないから。ただ叩けばいいだけでなく、そこには様々な工夫が施されています。この機械を使うとき、鍛えたい鋼を機械の真下に置かなければならない。一見簡単そうに見えるが、実際に自分でやってみるとデコボコになっていてとても難しかった。刃物が使い物になるかどうか細かいところまで検証しなくてはなりません。一般に鎌は草で試し、ハサミは布で試す。紙は柔らかいので、もし出来が良くなければ曲がってしまう。武器がキッチンの家宝に、砲弾の鉄片があの戦火の時代を伝えています。